はい、今日最初のコーナーです。今日のテーマはですね、開業と借り入れということで、ね、クレア池袋会計税理士柳田幸典さんをお招きしております。こんにちは。こんにちは。はい、柳田さんではなくて田なのでちょっと慎重に言い過ぎたからなんか不自然でした、ね、そうね、柳田さん柳田さん、ね、はい、うん、まず、柳田さんですね、さっきちょうど話してたらですね、うん、実はおじいちゃん、お父さん、はい、お父さんが種子島の南種町の出身だということ で、ふとしたことから分かりまして、まあ、そんなご縁もありまして、もう実際にあの柳田さんが、育たれたのはどこなんですかね。私は前橋、群馬県の前橋です。あ、前橋、はい、前橋っていうとやっぱり空風が強いですか。そうですね、あの家があの赤城山の裾野というか山あいのとこだったので、はい、非常に風も強くて。そうですか。寒いとこです。寒いとこね。はい、で、ちょっと、プライベートなこともお聞きしたいと思うんですが、税理士さんって先生というとどちらかというともっと年代が僕よりもなんか上のイメージがあったんですけども、まだお若いですね。そうですね、今36歳になります。36歳。ご結婚もされてるんですか。はい、子供が3人。3人、はい、日本のために頑張ってます。極真はまだやってないです。そうですか。今度ね、あのお子さんも、ね、空手習ってもらったらいいかなと思うんですけども、お仕事としては今税理士ということなんですけども、はい、これはあのもう今独立開業されて。そうですね、はい、あの池袋に本店がありまして、埼玉市の方に今支店がある。あ、支店まであるとですね。はい、はい、あの実は柳田さんと、知り合ったのはですね、ある、交流会だったんですけども、あの今世の中はすごく不景気じゃないですか。で、まあ、税理士さんもクライアントさん、お客様が元気でないと、うん、結果としてちょっと大変ですよね。で、いかがですかって聞いたら、うん、うちはもうお客さん多くてもう忙しいんですっておっしゃってたんで、その秘訣は何だろうっていうことですね。ちょっと伺ってみたかったんですね。例えば僕なんかもサラリーマン独立した時に、まあ会社を辞めることは簡単だけども開業って難しいですね。そうですね。はい、で例えば、まあ、会社を辞めるには理由が2つあって、まあ、会社からクビになるというのもありますが、だから自分でなんかこんなことやりたい、はい、でそれが、ビジネスに、自分のビジネスにしたいなということで辞められる方があると思うんですね、はい、でも思いはあってもじゃあそれがちゃんとビジネスになるか、まあ、こんなことも相談に乗っていただけるんですか。そうですね、はい、あの自分の好きなことだとか、やりたいことがあっても、じゃあ実際どういうふうにしたらいいのかっていうのが分からなかったり、はい、あとはまあどういう形でやればいいのかっていうのを分からなくてご相談に来る方が多いですね。なるほど。キリンさんなんかもあれじゃない、今やりたいこととかもう夢いっぱいじゃない。そうね。ねえ、でもどうやって相談、そうか、相談してまず聞いてもらって、はい、あのシミュレーションしてくれるとか。そうですね。で開業するには、うん、まあ、夢はあって、まあ、夢から計画になると思うんですけども、うん、あとお金って必要ですよね。どうしてもそこがねないとね、はい、まあ、ここら辺を相談ができるということで、なんか実際に事例でなんかご紹介していただいてもいいですか。あ、はい、最近あった事例ですと、茨城の方で結構オペラを好きな、はい、まあ主婦の方ですね、うん、結構、まあ、うんうん、お年のそこそこいい感じの方の、うん、こんな感じ。いや、まあ、そうですね。まあ、グループがありまして、うん、で、まあ、外国からオペラを日本に呼びたいんだけど、うん、どうしたらいいかなっていうのがスタートでご相談にいらっしゃいました、うん、あ、なるほど。そのご相談に来られて、で、その方に、まあ、どんなアドバイスをされたんでしょうか。そうですね、まずそのグループの方が壁にぶち当たったのが、はい、まず個人のなんとかグループってサークルなんかだと、はい、結局どこも相手にしてくれないと。なるほど。公園場所を借りるにしても、向こうと交渉するにしても、はい、そうよね、どうしてもね、はい、でどういう形でやったらいいのかっていうので、例えば株式会社ですとか社団法人ですとか NPO 法人ですとか、それぞれ特徴がありますから、
どういう、そういうとこからのアドバイスからだ。そうですね、はい、どういう種類があってどういうデメリットメリットがあるってことをご説明して、で最終的にそのグループさんは NPO 法人の方で、うんうんうん、それを選ばれたわけですね、はいはい、で 先月10月に、まあ、実際に劇団というか楽団を日本に呼んで公演を成功させました。公演、はいはい、を成功させた、まあ、成功です。それを、はい、それがあのポスターですか。そうですね、はい、実際にお帰りになってちょっと見せていただいていいですか、はいはい、こういう素晴らしいポスターも素晴らしいですね、うん、なんとちょっとびっくりしたんだけど公演が外務省って書いてある。まあそうですね、最終的にはその主婦の夢から始まって、はい、その NPO 法人を作って、はい、で実際にオペラを呼んで、はい、それがまあ国際交流ということで、まあ、外務省さんの公演が外務省の公演まで撮ってる。すごいね。まあそれはね、はい、はい、そうですか。でということはそういう形でもあのそういう形っていうか本当になんか夢じゃないですか、はい、それでもやっぱりこういうなんだろう、開業というかビジネスにつなげることによって、はい、まあ、実現するそういうサポートをしてくれると。そうですね、はあ、実際にはそれを形にするに従って数字にして、はい、それに対してお金がやっぱり必要だと思いますから、はい、それをまあ金融機関から借り入れるのかそれとも違う形で助成してもらったりするのかっていうところを含めて、その思いを実際に実現するようなお手伝いをさせていただいています。うん、そういえばね柳田さんね別名ありましたね、さっき一風変わったなんて言っちゃったんですけどね。元銀税理士なんですよ。えなんだかわからない、なんだかわかんないですか。あの元銀行員の税理士さん、つまりお金を貸す側にいたわけですね。あそっかそっか、ということは、うん、あの貸す側の心理もよく分かっているし仕組みがよく分かってらっしゃるのでということなんですかね。そうですね、はい、はい、じゃそこら辺をアドバイスして、はい、やっぱ銀行がどういう視点であのやはり、ポイントにされてるか、はい、つまりそれが結果として、ビジネスがうまくいくための、そうですね、必要最低限なところを必要最低限なところですね、抑えてるかということで、はい、なるほど。やっぱりこうやってわけもわかんなくとにかくお金が必要だから貸してくれってもダメなわけですね。そうですね、結構ご自分で行かれてお断りされてからご相談に来るケースもあります。なるほどなるほど、うーん、そうですか。で例えばあの今僕らがというかこれから、まあ、これ聞いてる方もですねいろんな夢をお持ちの方がいて、はい、それは気軽にまず相談料って高くないんですか。いや相談料無料ですね、はい、相談は無料、はい、実際にそうなんですか、はい、あらじゃあもっと皆さんねどんどんね、なんかそれはこうやってエントリー的するようなやり方ってあるんですかね。そうですね、ホームページとかですと相談シートみたいな形でチェックリストがありまして、はいはい、やることはできます。その内容を見られて、はい、あこれだったら、まあ、やり方があるよっていうことに関して面談されて、そうですね、まずあ、まあ、お会いしてお話を伺うところから大体スタートしますけど、うん、なるほどね。やはりあの税理士さんというと後工程のイメージがあるんですけども、今なんかお話聞いてるともう本当コンサルティング的な形ですね、うんうんうん、だから開業支援で結果として事業に乗ってきたら、うん、税理士の仕事もあると。なんかすごい仕組み素晴らしい、おかげさまで前工程と後工程と全部、ね、お世話できると、うん、素晴らしいですね、はい。柳田さんは、普段は、あそこですか、池袋にいらっしゃるんですかね。そうですね、池袋と南浦は、南浦は、はい、埼玉市の方行ったり来たり、はい、そうですか。ではですね、あの柳田さんに、ぜひ相談に乗っていただきたい方、のパソコンでですねインターネットで元銀税理士これで検索、あそうなの、うん、元銀税理士、そうするとねニックネームなのね、出てきます。うーん、ちょっとあの、まあ、業務内容だけでなくて、うんうん、パーソナルの部分ですね、ブログで柳田さん の、うん、あの普段の日常が見えたり、うーん、します。ちょっと今日見てみようと、よろしくお願いします、見てください、ね、はい、あのぜひ、相談に乗っていただけるんじゃないかなと思います、はい、今日はですねあの、今日は池袋からですかね、はい、あの来ていただきましたが、ぜひあの皆さんの夢を叶えるお手伝いをしていただけたらというふうに思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。